はい、皆さんこんにちは、ベースの秋吉です。今日もですね、パントマイムテクニックをやっていきたいなと思います。前回はですね、パントマイム壁の初級編を皆さんにお届けしたんですけれども、今日はですね、パントマイムテクニック壁の中級編、固定点という言葉も出ました。それをですね、こちらの先生に聞いていきたいなと思います。それではお呼びします。パントマイムの先生、パントマイマー佐藤秀流先生、よろしくお願いします。おお、静かに。はい、こんにちは。素晴らしい。佐藤です。はい、先生よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、今回何でしょう、前回に引き続きですね、中級編、はい、でさらに壁の中級編の固定点というのをね、はい、なんかちょろっとお聞きしましたけれども、ね、はい、どういうことなんですか。はい、やっぱあのパントマイムっていうのはですね、やっぱこう何もない空間にあたかもそこに何かがあるように表現するという、まあ、あの身体表現なんですけども、まあ、それに必要なのがやっぱ空中にですね、ものをこう作り出した時に、そこにあたかもあるかのように見せるために、ここにこうものが、例えば、まあ、そこに机があったら机があって、これが一緒に行っちゃうともう机なくなっちゃうので、うん、ここにこう手をこう固定させなきゃいけない、こう止めなきゃいけないです。はい、止めた上で体を動かさなきゃいけない、まあ、これがですね、まあ、いわゆる固定点と。あ、はい、これを固定でして、はい、行ったらね、何もないようになるから、机がなくなっちゃう、机が下にこうね、あるテープですよね。そうですね、まあ、そういったテクニックを固定点というんですけども、まあ、この固定点というのはですね、パントマイムでは非常によく使います。はい、固定点というのがパントマイムの、はい、もうあの基本と言ってもいいですね、うん、これがもう、ね、このテクニックが使えないと、もうパントマイムできないよっていうぐらい非常に大事なものでございますので、絶対条件ですね、必須条件ですね、はい、おー、はい、なので、まあ、本日はですね、まあ、前回壁やりましたので、はい、壁を使って、なおかつ固定点も使って壁を表現していきましょうというところをやりたいと思います、ね、よろしくお願いします。はい、なんだかんだで前回もちょろっと固定点使ってたんですね。あのこっから、まあ、こうやって動いて体こうずらした時、やっぱここを固定してたんです、実は。確かに言われてみればそうですね、はい、ここ固定、これ固定してずらした時、はい、ずらした時に一緒に動いちゃったらもう固定してないんで、確かに確かに、はい、止めてこうひねったわけです。そうです、そうです、そういうことなんですね。はい、そういうことなんです、うん、まあ、ちょろっと使ってたんですね。はい、そういうことですね。なるほど。はい、で今回はですね、壁をですね、まあ、前回こう一周回ったんですけども、うん、今回はこう上下、上下、上下にこうちょっと動いてみたいなと。あ、上下に、はい、わかりました。壁が上下に動くわけじゃなくて、体を上下に動かすと。はい、難しそうですね。はい、ちょっとね、あの前回よりかは難しくなると思いますけども、うん、まあ、まずはちょっと見てください。はい、まあ、あの前回の、通り、まあ、正面に壁があると思っていただいて、はい、壁触ります。はい、で今回ですね、この壁触ったら体を下に動かしてみる、はい、体を下に、はい、この手はそのままですね。そういうことですね、うん、で、手をまた移動させて体を下に動かしてみる、はい、これはパッパで腰痛に気を与えますね、はい、ちょっとですね、下半身のね、あ、筋力も使います。ストレッチみたいな、はい、でも手は動いてないですね、全然、はい、すごいですね。で、またここから体を上に、あ、すごい、全然手が動いてない、上にと。あ、素晴らしいですね、はい、このね、あの一連の動きを今日やってみたいと思うんですけども、まずはもう何もあのイメージしないで、今の、感じ、見た感じをそのままちょっとじゃあ秋代さんにやっていただきたいと思うんですけども、もういきなりできちゃったらもう天才です。そうです、簡単そうに見えるんですけど、はい、まあ、ちょっとやってみますね。はい、どうぞ。じゃあ何もあれなしにやってみます、はい、はい、はいはいはい、まあそうなりますよね。まず今完璧やれてたじゃん。あの、そう思うでしょ。いや、絶対やれてましたって今。いや、そうでしょ、皆さん多分ね、やれてるやれてるって、まあまあまあ、違うね、まあまあ
まあ、まあ自分の中ではそうかもしれないんですけども、やっぱね、あのどうしてもやっぱ最初なっちゃうのが、体が下がるときに一緒に手が下がっちゃうね、どうしてもね、一緒に下がっちゃう、ちょっと一緒に下がっちゃう、一緒に下がりますね。はい、そこはね、どうしてもなっちゃいます。いや、下がりますよ、それは。はい、だって体の運動はそうなるでしょう。はい、いや、そういうことじゃないか。そうなんです、固定するとか、ね、それだともう固定でなんないので、もうあくまでもそこに手は固定させていただいて、体だけ下げていただくと。はい、そういうふうにやるんですか。はい、そこで、一つ意識してもらいたいのが、はい、体が下がるときに、はい、手はあえてちょっと上に上げる。あ、なるほど。あえてね、あ、ちょっとですよ、ちょっと。あんま上げすぎるとちょっとあの見えちゃうんで、その上げたっていうのが、ちょっと上に上げるぐらいの気持ち。下げ、これね、ちょっと難しいです。あの、体は下がる意識なんだけど、手は上げる意識。わかりますか？でもだとブレる。あ、そうか、だからそう、下がるときに同時に手は上げるっていうイメージですね。あ、同時ですね。はい、同時。そこをちょっとずらしちゃうと、そう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 、イメージ、はい、できてますか、ね、はい、できてますよ。はい、で、手を一個一個下げて、なるほどなるほど。で、また同じです。体は下がるけど、手は下がるときに同時に上げるイメージ。ペ、下がるときは、そう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 、はい、OK、上がるときは逆ですね、今度、体は、うん、そう、上がるけど、手は下げるイメージ。はい、そう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 。まだ分かんないですけど、はい、そうですよ、イメージは。はい、今ちょっとできてますよ。あ、本当ですか。はい、そのイメージをですね、ここもあの非常に大事です。なるほどですね。はい、固定点は、体の動く方向と逆の方向に手は動かす。はい、こういうテクニックを皆さん使ってたりしたんですね。はい、そうなんですよ。やっぱりこうあれですか、ここに固定してこうなるとやっぱり下がりますね、どうしても。はい、だからこう、はい、ですね。こうですか。はい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 、そう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 、あ、いいですよ。もう、はい、腰です。はい、ちょっとね、だからそんなあの腰ちょっとね、負担のある人はそんなに、下がちょっとです。ちょっと、ちょっと下がる。そうかそうか、ちょっとぐらいです。あ、いいですね、ちょっとでもだいぶ、ちょっとぐらいで全然、はい、伝わりますね。はい、ちょっとです。画面越しとはあのちょっとの上下度で十分でございますので、どうですか。これもなんか、え、何でしたっけ、これも壁な、壁っていうんですかね、これ。そうですね、壁ですね、もう壁に対して、はい、ちょっとずつだったらできるのかな。はいはい、ね、そうです。なるほど、そういうことです。あ、それは分かりやすいかもしれない、うん、逆の意識ですね。はいはい、はい、で、まあ、あの壁をね、こう次移動、手を移動させる時も、もちろんこの間やったら両手一気に移動させてもいいんですけども、まあえて一個ずつ移動させた方が、それっぽくまだ壁が見えると。こう、うん、両方、まあ、両方でももちろんね、こっちの方が、はい、そっちの方が分かりやすいかもしれない、ちょっとね、それらしく見えますよと。すごいですね。はい、こういうテクニックあるわけですね。そうなんですよ。これが、まあ、固定点のいわゆる基本的な、まあ、理屈ですね、はい。はい。体の動く方向とは逆の方向に手を動かすと。なるほど。はい、面白いですね。面白いでしょ。これだから今、上下でやったんですけども、これを例えば左右ももちろん同じことです。左右に体を動かすときは、だから、まあ、体をこっちに動かすときは、手は動かすと同時にちょっとこっちに、ちょっとこっちに、で戻すときはもちろんちょっとこっちに動かす、ちょっと動かすっていう。先生がちょっとやってるのは、まあ、ちょっとが分かんないですよね。はい、でも分からないぐらいの感じなんですね。そうなんです、分からない。でもね、意外に割と大きめに動かしちゃっても見える。今割と大きく動かしてますよ、僕は。割と大きく動かしてます。ああ、さっきよりは割と大きく、はい、割と大きく動かしてますけど、画面の向こうの、このね、見てる皆さんがどういう風に見えてるのか、はい、普通自然に見えてるってことかな、はい、え、すみません、これをこうと、はい、そう戻ってくるのはこうですね。え、これからこうやって戻ってくるときは、もちろんだ、戻ってくるときは手はこっちにちょっと動かしながら、体は正面に戻すということですね。こう、はい、これが、はい、そう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 、そう
して、そう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 。あ、なるほどなるほど。はいはい。でちょっと、はいそうそうそう。はいそうそう。あ、なるほど。イメージをなんか分かってきてます。はいはい。オッケーですね。はい。じゃあとりあえずですね、今もあの上下と左右を使ってですね、うん、もうとりあえずまず第一段階、手はここに置いて、はい。はい、で下上左右戻す。いってみますか。え、今上下左右でしょ。はい。ちょっとまんまやってみます。下上左戻って右戻ると。上下。ちょっとやってみますね。こうして、はい、こうして、はい、こうして、はい、こう、はいはいはい。え、できてました？できてますよ。できてますよ。本当ですか？はい。はい。OK です。でもちょっとこうイメージは少しずらそうっていう。そうそうそう。イメージは忘れない、ね。忘れちゃうんですよね。はい、なるほど。ね、そのまま例えば一連の動き、やろうとすると、まあそこちょっと忘れちゃうんで、必ず、体を動かすときには手は逆の方に動かすという意識は常に持っていただいて、もうさすが中級はいですね、はい、ちょっとそういう意識もやっぱり変わってきますね、うん、はい、固定するだけじゃなくてちょっとそのずらすっていうのがあるんですね、はい、そう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 、まあ、分かってます、はい、じゃあですね、前回のこう壁が周りにあったのと、はい、今日の固定点を合わせて、ちょっとですね、さらにハイレベルな壁を表現してみたいなと思います。お願いします。はい、前回ですね、覚えてますかね、あのこう体ひねりながらですね、はいはい、左右で初級編、はい、周りに壁がありましたよっていうのを作りましたね、はい、これにプラスですね、その都度、向いた都度、上下入れてみましょうか。なるほど。上下バッバッバ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 上下と、はい、バッバ上下、はい、バッバッバ上下バッあ、あ、上下、あ、あ、あ、上下。はい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 、はい、え、できたかどうかわかんないですけど、はい、いいですかね。はい、ちょっとやっぱね、あのずっと一連の流れでやると途中でやっぱね、なかなか意識が、ちょっとね途切れちゃうところもあるんで、やっぱ、どこかの面で一緒にちょっと動いちゃうっていうところもあるんですけども、まあ、それはもうね、あのしょうがないです。最初はやっぱどうしてもね、最初から完璧にできるってことはございませんので、ものすごく意識してるんだけど、それを無意識にするような練習、はい、ってことも一個一個細かく、そうですね、っていうのがポイントなんですか。ポイントなんですけどもね、まあ、でもなかなかそのいきなりはできませんので、いやー、さすが中級ですね、はい、なかなかの頭使いますね、はい、そうです頭も使いますし、はい、もうかなりの神経も使いますし、使いますね、はい、非常にちょっとですね、やっぱ前回とはが上がっちゃったよという感じなんですけども、うん、はい、どうでしょうか。いや、もう無理です。無理ですか。いや、はい、今やったの、はい、今やった感覚でしょ、多分、はい、ゆっくり やらないと結構厳しいかもしれない。はい、まあでもいいんですよ、最初はもちろんね、ゆっくり、もう本当にこのぐらい、はい、このぐらいでやらないと、はい、スローが、はい、あ、はい、あ、でもね、多分ここの上に行くときにちょっとこう自分の視界が分からなくなるから、はい、まあ、ちょっとこう意識しにくいのかなっていうのはありますね、はい、こうやったときに、ね、なんかこう下がってるのかなっていう感覚はあります。はい、はい、そうですね。だからなんかそう大げさにやった方がいいのかな。そう思ってる以上に大きく動かしちゃって全然大丈夫ですので、はい、ご自身が思っているよりもちょっとさらに大きく大げさに逆方向に動かしてみてください、うん、はい、でもう全然、はい、ね、見えますので、あのパントマイムって不思議なもんでですね、意外に見えたりします。これ逆に一緒に動かしちゃうともう見えなくなっちゃうっていうのがこれ不思議なもんですね。逆、本当に逆方向に、あ、そっかそっか、逆方向に
もうそのぐらいやっちゃってもいいってことですね。横から見てたらもうすぐ動いてるけど、はい、前から見たらそんなないんですよね、はい、そうなんです、そんな違和感ないんでございます、はい、それは中級編なかなかね、やりたいありましたね、はいはい、まあ、まあ本日ですねこういって固定点を使っていただいて壁をやっていただくということで、うん、これまだ中級ですからね先生これは僕、まあ、中級でしょうけど、はいはいね、やっぱこうどうやって人間の壁も越えれるのかっていうのはね、はいはい、いろいろとそうです、ね、それはまた違う話ですなかなかうまいこと言いますねこの壁をテクニックしたら人間と人間の間の壁も越えれるんですよねそうですねもう取り壁も、はい、もう取り払えると思います逆に、はい、ただまだ中級ですんであそっか、はい、まだ上級にならないとね、はい、上級にならないと完全には取り払えないコミュニケーションもちょっとやっぱりね、はい、上級編も学びたいです、はいただあの逆に言えば今壁を作ってるそういう作業ですよね壁作るテクニックですよね、はい、だから嫌な人がいたら俺こうしますはいこうして、はい、ぜひ活用してみてください皆さんもねいやでもなんか演技とかやられてる方とかはいなんか良さげですよねそうですねちょっとしたテクニックとかで、うん、動きではいなんかイメージとかね見てらっしゃる方がイメージしやすいのかなって思って、はいはいはい、いろいろ使えそうですねそうですねでもこれ以上の状況があるんですかありますはい、これちょっとできるかどうか分かんないですけど、はいまあ、ただね、ぜひね、あの夏休みの課題として、上級編までぜひクリアしていただきたいなと思うんです。はい、いやもうここまで来ちゃったから、上級まで、はい、いいですか、教えていただいても、はい、もちろんです、喜んで、これはもう壁上級編でいいんですか、そうですね、回答はこの前はほら中級で固定点って言ってましたけど、はいはい、上級は何かあるんですか、はい、まだ新しい上級は。テクニック的にはですね、はい平行移動。平行移動平行移動。はい、すみません、ちょっとだけ、まあ、ちなみにお願いします。壁にはね、上下にこう動いたんですけども、うんまあ、どうしてもやっぱね、こう、横に動かなきゃいけないというところももちろん出てくるんですよ。いやまあそうかもしれないですけど、はい、それ無理です、はい、これを横に動くことができるようになるのに平行移動って、まあ、いわゆるこう体をですね、ぶらさずに平行に移動するというあそれ先生が登場の時にやってたやつですかまあそうですね今みたいな今日もやってましたけどあそういうことですか、はいまあ、これがねこう移動、はい、ぶれちゃうとこう壁も一緒にこうぶれちゃうんでこうせっかく横に、ね、確かにねぶれちゃう横縦とかあれはあるけど、はい、それがもっとさらに斜めとかそうですねいろんな移動になってくるわけですねはいそういうことですまあここまでできればもうやっと一人前の壁職人ということになりますので、まあ、分かりましたじゃあ、ね、次回は、上級編、ぜひご伝授したいと思いますはいそれではよろしくお願いします、はい壁中級編でしたそれでは次回は上級編挑戦していきましょう皆さんご視聴ありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録お待ちしております。